今さっき知ったんですけど、4月1日からミオフォンダイヤルというサービスが始まるらしいです。これ、いわゆる楽天電話的な仕組みだよね。電話番号の前にプレフィックスをつけて発信することによって、通話料が劇的に安くなるよという話だね。で、これね、注目なのはね、ミオフォンユーザーは申し込み必要ないんですよ。お客様による申し込みの必要はありません。ミオフォンをご利用の全てのお客様は自動的にご利用いただけるようになりますと。つまり、楽天電話とか G コールとか通話料いきなり半額とかありますけど、それらは別途申し込みが必要で、かつ初期費用がかかりますからね。ミオフォンならば自動的に格安通話サービスがついてきてしまうと。で、初期費用もかからないと。これはますますミオフォンの魅力アップって感じですよ。料金なんですが、こういう風になってますね。30秒あたりに10円と。国際ローミング非対応と。この記事参考になりますね。ミオフォンダイヤルと楽天電話と G コールを比較している記事なんですけれども、基本的に、やっぱり料金体系はどれも同じだよと。ね。だから、そのミオフォンユーザーは普通にミオフォンダイヤルで何ら問題はないと思います。ただしね、電話のヘビーユーザーは G コールがいいかもしれない。なぜならば、ここなんだ。国際電話も非課税のため、10円ですよと。